本番ですよ松本さん。 iPhone 13 で映画を撮ってるんだ。踊れるヒロインです。一応ダンス部です。シネマティックモードセット。通行の邪魔です。為杉先生、フォーカスチェンジ。そう、撮影許可は取ってます。名作舞踊家の 5G 対応 iPhone au 応援割でデータ使い放題。みんなに送るよ。通行の邪魔です。為杉先生、撮影許可は取ってます。さすがだなっていう感じですね。本当にいっぱいいっぱいで経験が生きる場所だったのかなと思って良かったです。可愛かったですありがとうございます。テイストがね、結構こうオラオラ系のテイストなのが、ね、いつもそうなんですよね。可愛いなぜかバチバチしててもうお二人とも表現の違いがやっぱりすごいありましたよね。西野さんはこう、為杉先生はすごいこう美しいような繊細な動きで表現し、こっちはもうパワーと力でねじ伏せるような勢いで、圧で勝負を仕掛けるという、各自違ったスタイルがどうやってぶつかっていくかっていうのが楽しみでしかなかったですね。しっかりとダンスバトルを楽しんでらっしゃる、はい、ありがとうございます。いい、でも本当にそれぞれの色がちゃんと出てて、ダンスにもやっぱり細部までこだわってるんだなっていうのはすごく感じて見てましたね。なんかこう、為杉先生は大人の強さというか、紫ね、素敵な、松本さんはやっぱりこう勢いと若さと強さみたいな、オレンジ、素敵な、見どころはまあダンスもありつつ、やっぱり後ろでその、まあ、高杉が監督兼カメラマンを担当してるんですけど、やっぱサポートをしてくれてる、まあ、小杉くんの、もう、何でもできる状態ですよね。そうですね。もう部署が渋滞しちゃってるっていう感じで。渋滞してますよね。はい。何個の部署をやっているんだという一人で。カメラのね、アシスタントさんもできるし、助監督さんもできるし、スプリフターさんもできるし、ね、なんなら、これ持ってるから照明さんもいけるからね、衣装、はい、さんもいけるから、こっち後ろつまんで、そうですね、全然いけますね、全然ね。あと他の生徒のみんなもいろいろやってくれてるんで、最近はもう多いじゃないですか、学生のみんなでこうね、ショートムービーみたいなの撮って、そうそうそう、で気軽にこう iPhone で撮れるっていうのはめちゃくちゃ楽しいだろうなって思いながら、僕たちもやってましたけどね。いや、それこそ神木くんと一緒にどんくらいですか、高校生ぐらいの時かな、僕が、そうね、だから俺が、そうね、あれ4つぐらいだから、高校生だからもう6年ぐらい前、そうね、に2人で深夜になんか公園で、映画撮りましたよね、ショートも、撮った5分ぐらい、2人で、あともう一人友達、被写体がいたんだけど、2人で急に映画撮ろうみたいなって呼ばれて、その時はなんかちっちゃいカメラで撮ってたんですけど、僕は、監督演出で、大使がカメラマンをやって、で夜中にね、友達を被写体にしながら、何の内容もない、薄い5分の映画を映画なんか撮りたいって言われたんですよ、僕は夜に呼ばれて。
なんか撮りたいって言われたら考えてるもんだと思うじゃないですか、うん、僕カメラで撮りたいって言い出してじゃあ話はって言ったらできてないって急いで考えて内容は神木くんに丸投げするっていう僕はただ撮りたかったですどんな簡単に言うとある一人 の、うん、あの就活がうまくいってない、うん、バイトも面接落ちちゃうなっていう一人の男が公園でブランコでこうずっと、うん、こいあのダメだな俺向いてないわって言うんですけど、うん、でもあのブランコの前に柵あるじゃないですか、うんうんうん、柵っていうかこういうこんぐらいの棒、うんうん、それじゃあそれを超えたら、うん、ジャンプしてこれ超えたらあのバイト頑張る、うん、超えられなかったらじゃあ諦めようっていう話で、うん、超えられないんですけど、うん、床に倒れ込んで見上げたそのこの柵が、うん、普段見てるよりすごく大きく見えるっていう、うん、そこのなんだろう自分のちっぽけさとか人生のねこう岐路に壁とか高さとか乗り越えられなかった乗り越えられると思ったけど乗り越えられなかったなんかちょっとした悔しさとかみたいなのを5分ぐらいでやりました、結構でも急いで考えずにやった割にはいい映画になりましたよね、うん、そうなんか動物とかはちょっと撮っちゃう私も時もある犬ぐらい本当で写真フォルダがもうほぼ犬あんま変わらない同じものばかりになっちゃいますね。それこそ iPhone13 のなんか画質とかあんな風に撮れるんだっていう驚きありましたよね。なんかまず初め今日の初めに撮ったのがその iPhone で実際に撮るっていうシーンからだったので、なんか普通にそのモニターで見れるんですけど、なんか全然ね、iPhone どこまでの撮ってると思えないぐらいのすごかったすごさでしたね。 iPhone の映像も CM に使われるんですもんね、うん、みたいです。そのまま使われますね、うん、そのまま。なんですか、すごいですね。撮ったものがですか。 iPhone で撮ったものがそれであの13のシネマティックモードというか動画で撮ったやつが、うん、普通実際に流れる予定って聞きました。すごいですね。見せてもらってね、何で撮ったんですか、ね、iPhone で撮ったよっつって、じゃあこれ流すんですか、うん、そうだよっつって、すごかった、めちゃくちゃ綺麗でしたね、うん、他の生徒の方たちが結構そのかなんだ紙吹雪だったり、うん、紙テープみたいなのをやってくれるんですけど、それ急いでこう巻き上げてる姿とかが見てて面白かったなって思います、うん、なんかタイミングとかもみんなでやっぱ作ってる感がすごいそこだけで感じれて、そこも映ってると思いますので、うん、見どころです。なんか本当何気ない学生時代にしかできなかったなみたいなことは、まあその本当に毎日のことなんですけど、4次元目が終わってお昼休憩ですか、うんうん、4次元目が終わっていかに食堂にダッシュで一番最初にこう並ぶかみたいな、やっぱ行列ができちゃう、うん、とあの買えなかったり遅くなっちゃったりするので、うん、で購買とかもそうですよね、うんうん、そういうことになんか必死になってたのは学生時代にしかできなかったなっていう。確かに大人になってからじゃ絶対ないので、うん、楽しかったですね。だからクラスによっては教科のその先生によってはなったのにちょっとやる人いるじゃないですか、うん、ある差がありますよね、うん、早めに終わってくれる先生もいるし。そうなんですよ、だからそれはもう他のクラスの友達と協力し合って一番最初に並んだやつが友達の分も買うみたいな、チームプレイ、チームプレイですね松本さんはどうでした？私はその食堂とかで思い出すのはなんであんなに必死だったんだろうじゃないですけどなんかアイスとか
売ってて、うん、でももうちょっとでお昼休み終わっちゃうみたいな。でもアイスは食べたい、うん、でもそのまま5時間目終わるまで待ってたら溶けちゃうしっていう、すごい短い時間で必死にアイスを書き込んでたんだけど、そこまでしてアイス食べたかったのかなみたいな、まあ、買うタイミングですよね。そうですよね。西野さんはどうでした？なんかその学校以外の時間なんですけど、友達と自転車で知らない場所まで行こうって言って、うん、その一回も曲がらずにただただ道をまっすぐ行ってみようっていう、山に向かってですね、チャレンジちょいチャレンジをしたことはあります。めっちゃでもめっちゃいい思い出、いまだにその時の同級生と会うとその話で笑えるし、あれはどこだったんだろうっていまだに分かんなくて、その大人になったらまあちょっと調べれば、ね、分かるもんだと思うんですけど、なんとなくこっちの方向だったけどあれどこまで行ったんだろうねっていうので、あれはやってよかったなって思います。僕雨の日に校庭スライディングしてましたね、下校の時に。おいくつの高2ぐらいですかね。あ、全然小学生ぐらいの時の話あれ、あ、本当ですか。はい、高2ですね。高2で、ね、こちら制服ジャージとかですか。制服制服、帰りだから、帰る時にあのちょっと梅雨だから、うん、ちょっと暑いから水浴びるわって言ってそのままスライディングしていって、いや、ああよかった、なんかちょっと涼しくなったわ、よし帰ろうって言って帰ってきました。すげーってちっちゃい声で家庭のエピソードありがとうございます。もう今日ちょっとカットの感じがすごく良かったです。あ、いや、もう声が、いやいや、もうずっと途中まで本物だと思ってました。本当の中川さんの力ですよ。あれ、そうですね、面白い現場慣れ、現場コントは、現場コント散々やってきましたから。我々私のカットをね、渾身のカットを、はい、